もともとここの地域っていうのは龍ヶ根山っていう512メートルの山を頂点として、そこから馬蹄形にね、戸倉地区から宇多津の泊半島まで馬蹄形に太平洋側に開けてる村です。宇多津っていうものはアイヌ語でオタエツっていう白い砂浜がある場所っていう意味ですよ。リサドマイもアイヌ語でクジラが集まる場所っていう意味で、元吉っていうのは元吉って沼地の場所って、それは静川を指す話です。それぞれが特色のある地域、そこが特色を生かしながら、そして連携を持って、これからも今までもそうしてきて、そこの地名っていうのは歴史の化石って言われる。その地名を聞けばどういう場所ですねっていう話が分かるんだよね。それが地名なんだよね。それ世界的にもみんなそうなってるんだけども、その合併でも昔の町名が全部消したところもありますよね、長くなるって話。ところがそのことが歴史をみんな消したってことですよ。今回は津波で新しい歴史を作るわけでしょ。とそこにやっぱりその移転した集落の名前っていうのはどうつけるのっていうと、非常に将来につながるような集落の名前にやっぱ変えるっていう、その地域の人たちにね。仙台の浪花神社っていうのはそこまで来たっていうパターンでしょ。で、ヒリアだと三人たちは昔大津波が来た時、そこに登った三人だけが助かったっていう山で、船久保はそこにそのくぼみに船が寄ったっていう場所とか、船河原とか残りやつのたった一軒だけ残ったとか、でそういう山本が地名に残ってるわけね。でそういうものを次に伝えていきたいということですよ、だからやっぱりそういう先人の地を利用したね、そういうものにやっぱり変えていくっていうこと、それが 次の時代にその津波を伝えていくという。でうちの方は今小中高一般で文書作ってるんですよね。多分、あと2ヶ月ぐらいかかってもらって、まあ子どもたちにもこの参加をしてもらうようなね、あるいは地域を考えてもらうような、そういうきっかけをね。だって今10歳の子ども10年、復興中10年かかるでしょ。二十歳なんだろう彼ら。ちょっと人事でないっていうことさ。だからその結局関わらせて。関わったものからは私は逃げないと思うね。そして何か知らないけど誰かが町を作ったみたいな、そういう話でなくて、たとえ子供であっても自分の町は自分たちでよく住んだよっていうようなものを、やっぱり子供のうちからみんなで参加させていくという、関わらせていくっていうことが大事だと思うね。